はい、おはようございます、マスターです。今日はですね、この男、カズ松永先生とですね、この相談がですねこんなにたくさん来てますんで、それですね、答えていきたいと思います。なぜですね2人で答えていくかって言ったら、僕がですね一回一回ですね相談するよりもですね、他のですね優秀な先生とですね、売上の上がっている先生とですね答えていっていった方がブレインがやっぱシェアできるかなと思って、こういう企画をですね考えましたので、約ですね130個ぐらいですね相談来てますので、ぐわーっと一気にですね行ってみたいと思います。じゃあ川先生、すいません、今日協力していただいてありがとうございます。よろしくお願いします。川先生、ちょっとだけ自己紹介をもういい、はい、まあ三重県で生体院やってます松永です。以上。はい、いや、いいです。松永先生もですね、僕の塾とかのセミナーに来てくださって、もうでもまだ1年経ってないですよね、お知り合いになってね。あ、そうですね。4月に初めて会ったんですからね。はい。まあ、2月、今日は一応2月の何日ですか、今日11日ですか。9日。9日ですか。何を根拠に11日言うとね。はい、こんな感じで行ってみたいと思います。まずですね、1つ目の質問ですね。救急治療院という方ですけれども、女性客を集めるために反応のいいキーワード等がありましたら、ぜひ教えてくださいということなんですけども、田先生、これどうですか、はいはい、女性客を集めるために反応のいいキーワード。ホームページだとか、はい、持たれてる方であれば、間違いなくもうお客様の声を、うん、女性の方ばかりにしてあげてください。うんうん、まずそこから始めた方がいいですよね。そうですね。はいはい、チラシとか、もし使っているんであれば、そのお客様の声をやっぱり当然それを女性の顔にすると。わ、うん、かりました、はい、そういう感じで、救急治療院さん、これはお客さんの声をまず女の人にしてくださいということです。はい、どん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 集めてください。はい、じゃあ次いきます。トシさんという方からですねもらいました。7、8回くらいのぐらいまではリピートが取れるのですが、症状が取れた後のメンテナンスに来ていただくための投稿してください、よろしくお願いしますということなんですけれども、これ僕を答えさせてもらっていいですかね。7、8回リピートを取れているのですが、症状が取れた後のメンテナンスということなんですけれども、まずですね一発目のですね時に、要は初診できた時にですね、メンテナンスにちゃんと来てくださいということをですね初診に伝えることだと思います。8回の時にですね、あ、すいません、じゃあメンテナンス入りましょうか、じゃあですね、なかなかですねお客様入りにくいと思いますね。これはですねぜひですね一発目から、うちは6回までは治療します、でも6回目以降はメンテナンスしてずっといいですね、いい状態を保ち続けますっていうですねことをですね院全体のですねポップとかに提示しておくことだと僕は思いますので、ぜひですねこれやってみてください。そんな感じでいいですか。いいと思います。はい。じゃあ、あとまあそうですね、はい。やっぱ途中途中でそういうことを伝えて予防はしていかないとダメですよっていう話は当然入れていかないとダメです、ね、はい。そうですね、はい。はい。じゃあ次3つ目いきます。将銀さんからですね、いただきました。人口1万人ちょっとの小さい町ですが、チラシでの集客システムの話を聞きたいです。ということなんですけれども、岡崎さん、これどうですか ?1 万人ちょっとの小さい町ですが、チラシでの集客システムの話を聞きたいです。ことなんですけども。いい感じだと思います。1万人。1万人ぐらいの方がチラシ効きますね。効きますね、すごく。ホームページもいいんですけども、チラシもですね、小さい地域とか田舎の地域っていうのはですね、めちゃめちゃ効きますんで、ぜひですね、もうこれ、なんちゃらこうちゃら考えれる、まず出すことだと僕思うんですけども、どうですか、はい、嫌がられるぐらい出し続けて嫌がられるぐらい。ね、商品さん出してください。そのことによってですね、お客さん浸透すぐ、少ないところは浸透しやすいところなんで、まずですね、広告とかダイレクトメールっていうのをどん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 やってみてください。中身は後です。こんな感じで、次に行ってみたいと思います。次ですね、マッキーさんからですね。マッキーどっか聞いてみましたね。マッキーさん。はい、最近のチラシについて質問です。苦情やトラブルはないのでしょうか。もし内容と違うとか、古代語ではないかな、などあった場合はどう切り返すのでしょうか、教えてくださいということなんですけれども、2倍返金しますとかいうですね、この前プレゼントしたんですけれども、先生これどうですか、もし内容と違うかとか古代語語とかあります、はい、あります、たまにあります、はい、ごくたまにあるんで、でもほぼないと思っていただければいいと思います。もうこうみんなこの2倍返金とか絶対来たらどうすねって言いますけども、来ますよね、多く反応があればあるほど。なるほど、はい、で古代広告やとかって言われることもあるんですけど、実際に今のこの治療で良くなられた方も見えますと、
はい、いうふうにしっかりと伝えてあげてもらえれば、うんうん、はい、当然あの 100% のことがあるっていうのは世の中ないっていうのはみんな分かってると思うんで私の治療でも当然きちんと良くなる方も見えますよとしっかり伝えてあげれば大丈夫だと思います、はい、そんな感じで、来ます。しかし来るとともにちゃんとした患者さんもしっかり来ると思うんですけれども、まあ一つですね注意点があればですね、広告をですね誇大にしない、まあ一つの要素とすればいい治療をしっかりすることです。いい治療をしていればですね誇大広告とか言われないんで、ちょっとしか何かできないくせにですねこんなでかいことできますとかって言って患者さんから反応があって、要はそれは苦情に必ずというかまあまあつながりやすくなるんで、いい治療をしていればいいんだと思います。こんな感じで、午後の、5つ目のですね、相談に行ってみたいと思います。いわき市の整体師さんからですね、今日ぎっくり腰の方が来れたんですが、ほとんど施術の効果が見られなく、気持ち的に次回の予約を取り継ぐことさえできませんでした。技術が未熟といえばそれまでなんですが、この場合増田先生はどのようにされてますかってことなんですけど、まあ増田先生どうされますかってことなんですけれども、これ僕答えさせてもらいますけれども、さっきの相談と一緒で、治すように努力してください。はい、治療のですね、そんなこといっぱいあります。お医者さんがじゃあ失敗しないのかって言ったらそんなことないですし、僕ら整体師でもですねもちろんプロですけれどもしっかりできないこともありますけれども、じゃあ1回目できなかったからこそ2回目3回目で良くなるっていうことをですねマインドセットしていただければ次に行きやすくなります。今日はちょっとした効果が見れるだけでいいんです。ちょっとした効果をですねどん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 大きくしていくために 2,3 回目4回目5回目っていうですね、いうことですね、促してあげることがいいと思います。多分この、いわき市の整体師さんは1回でよくしてやろうと思うから多分こういう心をですね持ってしまうかと思うんですけれども、 2,3 回ちゃんと大きなですねビジョンを持ってやっていただけると、要は大きいスパンでですね見ていただけるとですねこういうですね悩みというのは消え去るもんだと僕自身思ってますんで、ぜひですね、そういう感じでやってみてください。6番目の質問いってみたいと思います。治療家九太郎さんという方からですね、ぜひ教えてくださいということです。集客する上で注目させる、させるヘッドラインなどを具体的に教えてください。例えば女性をターゲットにしたヘッドラインなどぜひお願いしますということです。岡先生どうですか。なかなか難しいですね、うん、いい質問して聞きますよね、うん、ヘッドライン、女性をターゲットにしたヘッドライン何かありますか。まずそのちょっと調べないとダメだと思うんですけど、はい、女性が何を求めてるかっていうことを、うん、まず、まあ、今来てるお客さんとかに聞くのもすごくいいと思います。はいはいはい、どういう症状が、うん、まあ、うん、特に気にしてるなんだとか、まあ、女性なんかは結構肩こり多かったりするんですけど、うん、なんとこう姿勢が気になるとか、なんか骨盤が歪んどのが気になるとか、うん、そういうことを意外と姿勢のことを気にしてたりする方もいるんで、そういうのをちょっといろいろ今来てる方に聞いてあげて、多い内容、はい、多くこう問題としているものを見つけていただいて、うん、それに対して、うん、ヘッドラインを考えていくっていう、うんうん、の方が一番現実的に、集客できやすいような、ヘッドラインが作れると思うので、まずは自分の患者さんとかお客さんっていうのが何求めてるかっていうことをしっかりリサーチしないと、これ思いつかないってことですよね。リサーチはした方がいい、絶対した方がいいですよね。はい、こんな感じで調べてください調べてくださいというか、ちゃんと患者さん聞いてください。これは何で来たんですかと、他にもある中でどういうキーワードに引っかかってきたんですかっていうことですね、羅列していくと、ただ共通点がありますんで多く聞いていくと、それですね、聞いてみてください。次行ってみたいと思います。ジョンさんからですね、7つ目の質問ですね。お客さんの声を上手に集める方法、社会的証明ということでお客さんの声を欠かせないとよく聞くのですが、どのタイミングで書いていただくのがスムーズなのか教えていただければありがたいです。施術室のその場なのか、もしくは持って帰ってもらってきっちり書いてもらった方がいいのかなどです。また良いテンプレートのフォームがあれば教えていただきたいですということなんですけれども、これどうでしょう。僕はもういい効果が出た時ですね、施術のもうそのテンションが一番高い時に書いてもらうのが一番ですね。で、川先生どうしてますか。そう、やはり効果の出た方にお願いして書いていただきます。やっぱりどん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 お客様の声書いてくださいねっていうことをお願いしていかないとダメなんですけど、はい、
全然痛み取れへん人とかに書いてって言われても全然取れませんでしたとか言うです。こいつが取れないと思う。変な感じ、変なわけのわからんのが取れてしまいますんで、はい、いい効果が出た患者さんに取ってあげる。ほんでもういい効果出た時にですね、要は取るのが一番いいと思いますけども、まず、紙にテンプレートって書いてあるんですけど、お客様の声書いてくださいねって渡す時に、今までの患者さんのいい声をですね一緒に渡してあげてください。紙の裏にもそういうのを記入しておいてもいいんですけど、はい、で、いや先生書くのなかなか苦手ないなって言われた時に、裏とかにこうやって前手の方のやつ書いてあるんで、こういうので書いてくださいみたいな感じで渡してあげると、はい、間違いなくいいことしか書いてくれないです。そうですね、はい、それがテンプレートですよね。はい、特に何回目がいいのか知りたいです。初めて施術の後なのか、そのまあ、まあこれも要はいい結果が出た時に取ってください。はい、じゃ あそろそろですね、10分経ちました、10分経ちましたんでってから終わるわけですけども、この辺で、一回ですね聞いてみたいと思います。次はですね、とにかくリピーターを増やしたいそのポイントっていうからというところからです。オステ君という方ですねから始めてみたいと思います。ぜひですね次回もご覧になってください。じゃあまた次回お会いしましょう。さようなら。